一瞬止まりまましたね止まっちゃったちょっとごめんなさい変なことになっちゃったすいません復活したああ復活したけどバンかと思った今日は変なこと言ってないよ あ、シミ皿を忘れない消え,る消,え消えたって思ったけどさちゃんと出てきたそうそこ強調するところなんでえテロップ消えちゃったって思ったけどちゃんとねショールーム分かってらっしゃる今日はそこをね強調しようと思ったんで <laughs> 巡回してると聞いて見に来ました何々さんとかを そうアッシュのねみんなをね巡回してるんですよ私そうシミ <laughs> サラを忘れることは墓場に入ってもないよ」ってありがとう <laughs> こんばんはそう安心安全のシミサラ今日もセーフだよって そうセーフだった大丈夫だったちゃんと怒られるようなこと言ってないですからね私以前スティーユの先輩は結構バンされたことがあったあった,あったそうなんだ私バンされたことない気がするんだよなあっ主応援してるのうん応援してるけど取られたくはないなっていう気持ちですね 応援はしてるんだけど。あの、ここにいるファンの方は、行っちゃだめだよっていうこと。そういうことです。まるでよく怒られてるみたいな言い方、えへ、えへへ,へ。へえ、でもね、そりゃ結構怒られてたよ、怒られるんだよね。結構。<laughs> バンリアルタイムで見たリンクじゃ、そうなの。 そうなのそんな時もあるさってないよダメだよ防ぎましょう頑張って清水さんが一番ありがとうこんばんは私さ十九時半から配信したっけ十九時 そう,19時半かそうだそうだそうファンの方が流れるの悲しいのでみんな私を悲しましたらダメだよ26日まであるので26日まであるのであとあとあと4日20今日は ?22 なのであと4日みんな乗り切るんだよ分か,り分かったダメだよみんな。 こんばんばはみんなで助け合いながらあと4日耐え生き抜きましょうみんな分かりました終盤戦もこれはあれですよ獣の獣の戦いですよ自然界のわかりました弱肉強食の世界ですよわかりましたああそうタクールさんのところも見てました みんなちゃんと耐えるんだよわかりましたこれはサバイバルですからねみんな生き延びましょうちゃんと26日まで生きて帰ってきましょう <laughs> ちゃんと皆さん生きて帰ってきてください餌を前に送られて待てって言われている犬の気持ちあーわざとそうちゃんとねあれですよ そうだってさ言うちゃんなんかタバコタバコやめる時とかにさわざとさタバコを目の前に置いてそれでもやらなかったら買わないんじゃなくてそもそもわざと目の前に置いて自分そのちゃんと自分の自制心を試すというか目の前に置きながらもやらないっていうことでタバコをやめるみたいなそれと同じでそうこれは遊びじゃないんだよ遊びじゃねえんだこれは戦いなんだ そう死ぬ可能性ある脱落者がね出ないようにしてみましょうそうそれと一緒親許してあげてまあどの程度かにもよるよね <laughs> 我々は何と戦っているんだよって何と戦っているんでしょうねえそのもう迫りくるもうコスプレとかの 釣釣り、釣りと戦ってます迫りるコスプレと全身の釣りと戦ってます皆さんはもうどれだけコスプレと全身に釣られないかを試されてるんですよみんな神様に分かりましたそうバトルロワイヤルそう <laughs> コ,スコスプレと全身コスプレと全身に そう迫りくるコスプレと全身をみんなが避けないといけないんですこうやってこうやって避けるんです <laughs> 忠誠心を試されてますそう全身愛好家たちの忍耐力が試されてるんですよそうかなりの強敵ですからもう皆さんにとってあれですよねみんなはもう全身 に、目がないから、本当に。全身とコスプレに目がないみんなにとって、それを避けるっていうことは、もう人生で最、最難関の多分、壁なの、平なんですよ。壁を、今皆さんはそれに立ち向かってるんです。試練ですよ、これは。は <laughs> <laughs> ちょっと <laughs>、自分で言って面白くなっちゃった <laughs>。そう。やばいですよ、みんな。みんな目がないよね、本当に。 5期あったんですか3期やられましたやばいゼロになっちゃうよ負けません <laughs> 頑張ってください松さん厳しい戦いになりそうですねそうみんなこれまでにない高い壁とね戦ってるんですよ STU できて指示を初めて4年4年で初めてあなんならみんなの人生で初めてだってみんなコスピレと全身ほど好きなもんないでしょ世の中にダメだよ そうウィンクと萌えゼリフとキス顔もダメですよみんなウィンクと萌えゼリフとキス顔にも誘惑されそうだけどみんなはそんなものに誘惑されてはいけませんこれはこれは誰がとかじゃなくて例の話ですその例その具体的な例の話なので。 誰もやってないかもしれないし誰がやってるとかは分かんないんだけどネックつきお疲れ様でしたありがとうそう誰がやってるとかはあんまり分かんないんだけどここで萌え台詞を萌え台詞はお話し会に来てぜひやってください <laughs> 嘘。 全然私は見てそこは見てなかったからわかんないけどこれは具体例として言ってるだけなので誰がとかいう話ではないですそうですね全員乗り切ったらお祝い配信しましょう全員乗り切ったらみんなで乾杯しましょうよ乗り切ったらですよ26日までちゃんとね感想脱落せずに。 乗り切ったらいいですよさやちゃんも対抗して足見せるとかどうなんだから足の安売りはしませんってまあメール取ってくださったらわかんないけど無料では見せせれません私のプニプニボディを無料で見せることなんてできません何で乾杯しますかえー、何で乾杯しますどうしましょうかね <laughs> メール取ったら人生変わりますかええー、全身愛好家さんは変わるんじゃないかなそうよ二番どもダメですよ二番ども私の好きなジュースはうんジュースかえー、ジンジャーエールが好きです私。 こんばんは。そう有料コンテンツになっちゃうので、そうですね。無料でね楽しもうなんてそんなそんなそんな安いものに考えちゃダメです。こんばんは。足の指愛好家思い出した。足の指愛好家？そういるよね足の指愛好家。<laughs> そうでも足の指愛好家さんは満たされないかもしれない。あれ、ね。 こんばんばはシミサラのメール取って人生が面白くええー、嘘嬉しいだそうですよ皆さんサラ休業前のおもろい頃に戻ってるやんいいねってでそうサラはもうこのこれでいきますねこれからこの重い女でいきますまたマザが増えちゃうそうみんながここでみんながここで言いすぎたら あれですモザイクがかかるんでこの前は配信で二の腕と二の腕何て言ってたかなえ足首と足首と足の指が好きみたいなそう方がいたのでちょっとモザイクにしようか要検討ですねそうですね全身モザイクの写真が来るかもしれないよ <laughs> メール取ったから明日から,日から楽しみってありがとう。嬉しい。待ってて。米で言わないのがそうみんなね思ってることは人それぞれあるかもしれないけどここで言っちゃったら私ちょっとなんか,なんか天の弱というか私求められてるものをしたくなっちゃう系なのでそうさあちゃんの足の指が可愛いいとか言われたら隠したくなっちゃうので私逆を行きたくなる性格なので。 どんどんモザイクが増えていきますよっていうこんばんは最後は全身全身モザイクになります言い過ぎたこんばんは <laughs> 手のひらもかわいい今度からもうこうなりますそれはもう顔かわいいって言われたらまあ顔は仕方ないけどもう最後多分目,目,目だけぐらいになるもうこの辺も全部全部全部モザイクになっちゃうこんばんは <laughs> そう全身モザイクのメールが来たら嫌でしょみんなだからねそんな自分のね趣味をねこんなところでね言うもんじゃないんですよ そう。<laughs> あモザイク愛好家が来たら次はもうスタンプで隠しますあのそう逆にねモザイクを喜びそうじゃないですかみんなはだから次はおっきいねニコニコ絵文字で隠すんであのあるじゃないですかニコニコな絵文字とか猿な絵文字とかで隠すんでモザイクが好きって言われたら次はそうするかもしれないね。頑張って私 どうにかしてあれですからみん,なみんなの逆を行きますから私メリークリスマース <laughs> ただの顔はめパレルね顔だけになっちゃうそうそのカイトさんのようなそれで隠しますからもう絵文字で隠しますモザイクはなんかちょっと嫌なんでじゃあスタンプが好き <laughs> もうもう写真つけませんからね <laughs> もう写真つけませんよそうでもねモザイクってね外せるんですよなんかモザイク外しみたいなのができちゃうんですよ最近モザイクを外す機械があるんですよやばくないマジ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  そう,そうなんですよそう。やばいよね <laughs> ねやばいねそうなんだ昭和の頃にブームだったのそうなんだそんな頃からあったんだ動画にも対応してる えー、動画にはどうなんだろう動画にはえー、どうなんだろうね、えー、全然知らないんだけどそう <laughs> サラちゃん外し方知ってた知らないよみんなあれだよサラのサラの画像が送られてこなくなったからってみんなディープフェイクでサラの 顔合成したらダメですよわかりましたそれもダメだしモザイク除去もダメだよどっちもダメだからねわかった <laughs> こんにちはそうみんなディープフェイクしたらダメだよサラのメールが送られてなこなかったってからって <laughs> モザイク外しでもいや私はできないんですよ <laughs> そうコラコラダメですよアイコラダメですよ <laughs> そう捕まっちゃいますからね皆さんあのー、本当に本当にそれこそあのコスプレポリスコスよりも先に本物ポリスに会えちゃいますよ皆さんダメですよ まあ本物のね警察に会いたければ本物の警察に会いたければぜひどうぞ自分からどうぞどうぞマジでマネージャーさんに怒られそうな配信え私何もヤバいこと言ってないよだってさそういう技術じゃんそういうさ最新の技術とモザイクは普通にまあみんな言うしねえ写真をコラージュすることなんて誰でもやってる私めっちゃちっちゃい頃から写真をコラージュするの趣味だったし 何もやばいいことじゃない私写真,写真のねあの加工が好きなんですよコラージュとかしてすするのが好きなんですだからそう悪い方に解釈してる方がよくないんじゃないですかそう怒られたらマネージャーさんに「今日の配信はディープフェイクです」って言うところって天才すぎるえそうしよう。 怒られたら、清水さっきの配信なんだったんだって言われたら。あの、そあれは私じゃなくてって言います。さっきの配信自体が私じゃないって言います。そうする。そう、コラージュとかね、学校でも習うようなことだよ。美術の時間に習うようなことなのに。そう、みんなが過剰に反応してることがいけないんですよ。そう。習ったよね。学校の美術の時間に。 コラージュねーそう余計怒られるような <laughs> そうそれ本当だったね大問題だねもう啓発やばいね来ちゃうねそうコラージュとか習うんですよねそんな学校で習うようなことなのでバンされるわけもないんですよ私何もやばいこと言ってないもん そう。学校でって、え、そう、学校で。なんかね。美術の時間に。なんか技法みたいのを習うんですよ。なんかね。なんとか、なんか技法。なん、何があったっけな。なんか、え。やるじゃん。え、嘘。 だってさあの写真をさ合わせるやつとかえその写真を写真を合わせる加工をなんというかとかやるやるくないうっそやったよやったやったコラージュ以外にもあったよなんかいろいろあったよえなんだろう遠近法とかもあったかもしれないあったあったそうそういうのやるんですよそうなのよ あそうそう絵の具飛ばすやつとかあるんですよあるんですよ美術あのバビービュベバのほうねやる絵の具飛ばすね技法とかいろいろあるんですよそうそう水あそうドリッピングってやつだそれそうやるんですよそういうの。 そう,えそうみんななながが、ね、真面目に聞いてないのが良くないてのくです私めっちゃ聞いてます真面目にみんなもちゃんと授業聞きましょうあ,あった気がするディフォルメーションあスパッタリングあるあるそういうのそういうのそういうのの時にやるんだよねコラージュとかそうやるよ まあそうだよね昔すぎて忘れちゃうかそうだね「しみ皿を忘れないっ何」ってなにって「しみらを忘れないは」はそのもうそうみんながねちょっとみんなね新しいもの好きだからどん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 みんながねそう「あっ手製か可愛い」って言ってるから忘れちゃダメですよっていう私のことを思い出してくださいっていうあれですことです意味です。 そう切り絵とかもコラージュかもねそうかもそういうこと今何時だろう21分か <laughs> そうけなげありがとう <laughs> 21分だねどうしようかなそうメールを送らないといけないのでそうそうランキング読もうかな読もうかなじゃあ読もうあ現場監督さん初オンラインありがとうありがとう そうメールを今日送ってないので送りますそれでは読みたいと思います13位フォスターさんありがとうございます12位カルマーさんありがとうございます11位オレオードさんありがとうございます10位せいなさんありがとうございます9位のりさんありがとうございます8位マモルーさんありがとうございます7位あきまンさん ありがとうございます。六位マスオさん、ありがとうございます。五位シンさん、ありがとうございます。四位ヘリさん、ありがとうございます。三位モリチゴニチさん、ありがとうございます。二位かっこゆうちゃん、ありがとうございます。そして一位安部さん、ありがとうございました。今からね、歌唱力の練習しようと思ってるんだ。 こんなにふざけてるけど私ちゃんと練習するんでバイバイメール楽しみにしててくださいおやすみバイバイ今日の配信は頭から抹消してください今日の配信はの内容はバイ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 頑張るバイバイ